こんにちは。じゃあ次に、うん、こんにちは。ここはアーユルヴェーダグラムのバンガロールです。今私はバンガロールに住んでいます。知り合いの紹介でこちらを知りました。休暇中の彼女に、紹介して一緒に来たところです。1日体験のプログラムなんですけど、まず朝ごはんを食べる前にヨガを学びまして、ね、本格的なインドのヨガをしてから朝食、美味しいカレーですね。もちろんカレーになります。あとは、ね、すごく素敵な施設で、緑もいっぱいで自然豊かで鳥の声が聞こえていて、本当にリフレッシュできるいい時間を過ごせるんですけど、アーユルヴェーダがやっぱり、ね、見どころということで、たっぷりオイルを使ってマッサージしてもらったり、あとは最後スチームでこうサウナみたいな感じでいっぱい汗をかいて、ね、うん、今その後でこんな感じですけれども、心はねリフレッシュできて、うん、もちろん昼食もねカレーですけど、本当に料理が美味しくて、いい時間だったと思います。うん、ね、ここに来れば、うん、日本でねいろんなことがあっても、きっとここに来ればリフレッシュできて、いい時間を過ごして自分を見つめ直すことができると思います。本当におすすめです。長期滞在もすごく有意義にされてるみたいなので、ね、おすすめだと思います。はい、ぜひアーユルヴェーダグラムバンガロール来てください